動かなへん。これどうな、合ってる？あ、来た。こんばんは。こんばんは、皆さん。どうも、みるるんです。はい、じゃん。ゆるちゃんと、私の愛犬のゆるちゃんとお揃いの服を着てます。パジャマです。じゃーん。ゆるちゃん、ゆいちゃん。ゆるたと同じパジャマ着てます。じゃーん。お揃い。お揃いです。じゃん。かわいい。似合いますか？ゆるた。ゆるたくんです。みなさん、こんにちは。あれ、ゆるた見て。では、ゆるちゃん、バイバーイ。ちょっとゆるちゃん、置いてきますね。はい、ごめんなさーい。みるるんでーす。ゆるちゃん、バイバーイ。なのたんはいますよ。なのたはね、白。でも、なのたね、最近、もう一匹いるんですけど、なのたは、ちょっと最近、ゆるたと一緒にね、散髪しに行って、本当は、なのたはもじゃもじゃカットなんですけど、めちゃくちゃ切りすぎちゃって、なんかね、ちょっとね、なんか、シュってなっちゃったんですよ。なのたは、今、しんちゃんに出てくる白みたいな格好してますよ。そう。ちょっとゆるちゃんがね、ワンワンうるさいからね。あ、タワー立ってる、すごい。ちょっと、ナノタ連れてきますか？ナノタ。待っててな。弟です。はい、なのちゃん。全然違うくなったやろ。 なのちゃん、ちょっと可愛くなくなっちゃった。見て、ほら。でも白と、クレヨンしんちゃんに出てくる白と同じ飾りしてんねんな。 お顔がちょっとね、困り顔やね。 白です。おじいちゃんみたいな顔してんな、なの。なにゃにゃの。なのはね、偉いんですよ。ヤギかな？そう。ヤギ、ちょっと怖がってる。ね。いつもはね、道の走り回るのにね。ね。いろんなとこペロペロするんですよ。ヤギちゃうな。ほら、見て。ほら、なのが映ってんで、ね、ほら。白みたいでしょ？本当は、本当はあれですよ。ほら、白です。しんちゃんです、私が。 あ、違う。じゃあ、ちょっとナノも連れてやってきます。はい、皆さん、こんばんは。すいません、こんばんは、みるるんです。ショールームいつぶりやろう。自分のショールームを開けたのはもう何年とかだと思います。だって自分の ID パスワード忘れてたから、さっきマネージャーさんに聞きました。そう、よくお気づきで。黒髪になったんですよ、私。茶髪やったのが、茶髪の写真あるかな。茶髪だったんですけど、あれ、これなんで戻らへんやろ。壊れた。
あ、戻った。茶髪の写真あるかな。茶髪の写真はあるかな、ないな。あ、これぐらいかな。めっちゃ写真ちょっと汚いけど、画面割れてるけど、あー見えへんな。茶髪の私、黒髪になりました。お父さんが黒髪推しなんでね、黒髪にした瞬間めちゃ可愛い可愛いってずっと言ってくれましたよ。そう、皆さん6月19日にねファースト写真集が発売させていただきました。わっしょー、イエーイ。もうめちゃめちゃ嬉しろまーです。嬉しろまー絶滅黒髪少女。ご飯食べた？食べましたよ。どちらもグー、ありがとう。黒髪がスチ、黒髪似合うね。ありがとうございます。お渡し会いたよ。 ありがとうございます。お渡し会ね、たくさんの方が来てくださって、今日はまあ発売してなんかいろいろお話できたらなって思います。ね、写真集見た人コメントください。見た人手挙げて、はーい、見ましたって方、サイン入り当たった、おーすごい、お渡し会いた、ありがとうございます。本当嬉しい、たくさんの方が来てくださってて、はいはいはい、見たよ。はい、ぜひまだ見てない方もね、たくさん見たい方はたくさんまだまだ見てください。当たり前やん。はーい。ナノがワン、ナノちゃんユルタがワンって言いましたね。サインゲットした。おお。すごいですね皆さん。まだ見れてない。まだ変えてない。なんで。見てくれないとあかん。あかん。やだやだ、見てな。はい。では。あの私の白間見る写真集ラブラッシュはですね、3パターンの表紙があるんですよ。皆さん見ていただきましたか。ではまず1つ目、これが本家っていうか基本のバージョンの表紙ですね。じゃじゃん、いやーん、なんかね今日なぎちゃんがねこれ見ててね、ここだけドアップしたらケツやんって言ってた。どう、あ、ちょっと待って、どっちや、ほらこれだけやったらさケツに見えるよな。ケツやん、これケツやんってぐらいすごい綺麗って渚が言ってくれてて、だここだけ、もうほんまにここだけ写したらケツやんってめっちゃおもろい。アップにすなするお尻言いなさい。それね、私めっちゃ言われました。あのこの写真集の発売のすごい記者会見、たくさんの方が、たくさんの記者さんが集まってくださってて、もうなんかお尻のことお尻って言わ、ケツって言っちゃうんですよ。でケツケツって言ってたら、その写真集のその何ですか、記者会見の時ももうお尻っていうワードを忘れてケツケツって言ってて、でなんか自分の写真集、体を例えるとどんなんですかって、こじはるさんだったらマシュマロボディとか、私はどういう名をつけますかって聞かれた時にプリプリケツって言っちゃって、スタッフさんにお尻でしょお尻でしょって言われました。ケツってダメですね女の子。ケツって言っちゃうねんな。おし、プリプリお尻、プリプリケツの方が言いやすくないです。プリプリケツの方がね、これはケツ、お尻じゃないですよ。わかってますが皆さん。はい、これが本家、本家、本家の表紙です。じゃん。これ、この、このね、シャツはね、アンジビーなんですよ。サイピー、ありがとうございます。もうね、このアンジビーの、このなんだろう、彼氏感のある大きさのシャツ、アンジビーがあってこそです。ありがとうございます。本当に。アンジビーのおかげでこんなね素敵なセクシーなショットを撮ることができました。ありがとうございますアンジビーさん。はい、そしてもう一つ、あのこれです、じゃん。ちょっとブルーがすごい特徴的なサーフボードの後ろに隠れてひょっこりみるるん。ひょっこりみるるん。一緒や一緒や、すごい
ひょっこり。面白。これスクショタイムですよ。ひょっこりるん。てん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 。ひょっこりるん。これはね、すごい。なんだろう。みるるんの可愛さが、みるらしい表紙。可愛さが出てるアイドルらしいっていうのは、みんなさんこの写真ですね。はい、この写真がアイドルらしくて可愛いとか、買いやすい。買いやすい。なんかやっぱりね、この本家はちょっと恥ずかしいじゃないですか。お尻が見えてますからね。ね。だから、これがね、皆さん買いやすいって言ってくださいますね。アマゾンですかね。アマゾン限定表紙ですかね。これはアマゾンさん限定表紙ですね。じゃん。アマゾンさん限定表紙のひょっこりるんです。この時よりはね、ちょっと髪の毛暗くなったんで。はい、スクショ。はい、カモンカモン。ね、ひょっこりるん。はい、ひょっこりるん。はい、ひょっこりるん。はい、終わり。はい、次は。じゃじゃん。これですね。これも良いですね。この表紙は、ちょっとなんかね、おしゃれな感じの。でもちゃんとセクシーさも残しつつ。これは何限定でしたっけ？あ、セブン版。セブンネットさん。限定の表紙です。これもいいですよね。なんか、これはなんか、お家とかにこう、飾ってたらおしゃれな感じになると思いますね。かっこいい。私が出てて。私これすごい大好きです。めちゃくちゃ大好き。お母さんも、この3枚で何の表紙が好きってなったら、あ、これいいなって言ってくれました。はい、皆さんどの表紙が好きですか？セブンネットかアマゾンか本家。さあ、どれでしょう？皆さんが好きなのはどれですか？セブン版ゲットした。おー、おー、本家、おー、本家、ひょっこりはん、おお。あ、命名しましょう。表紙のね。これ、ひょっこりるん表紙。ひょっこりるん表紙。これは、ケツと思ったら表紙。あ、ケツるん表紙。違うな。本家表紙で。本家るん。本家るんでしょ、本家るん。これが、目隠しる、うん、何しようかな。うーん、難しいな、これは。固めるん。ああ、難しい。なんやろ。ひょっこりるんは決まりなんですけど、本家るん。本家るんにしましょう。本家るん。ひょっこりるん。じゃあ、きたろうるんにしましょう。固めしか見えてないから、きたろうるん表紙。どれが皆さん好きですか？きたろうるん表紙。おー、おしゃれる、おしゃれる、嬉しい。あ、もう戻る。あ、キタロールにしましょう。あ、これ取れるんや。そうや、そうや、アンケート取れんや。あー、すごい。やりましょう。これどうすんやったっけ。え、選択肢の数を決めてください。あー、そういうことね。あ、わかった。はい、じゃあ本家ルンが1番、ひょっこりルンが2番、ロールンが3番。どの表紙が皆さん好きですか？投票してください。投票開始。でちてでちてちてでたた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 キタロールーン。さあ、皆さんどれですか？お決めください。現在投票中です。もう投票し終わったかな。何分ぐらいやろ。あ、これアンケートしてますよね。え、これ全部に投票できるの？全投げ。あら、これ投票できてる。もういいですか、投票止めて。投票止めますよ。締め切りますよ。もう OK？
しました？した？オッケー？はい、じゃあ投票終了。おお、なんかそんなにあれですね、差がないですね。あ、でも2番が多い。2番。お、やっぱりひょっこりるんが多いですね。あ、で1番目が次に多くて3番目。あ、でもそんなに大差っていうんですか、そのキンキンですね、キン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 、そのちょっとの差しかないですね。ありがとうございます。え、結果を見る、結果見たって。これで OK。 あ、これ消します。あ、違う OK じゃない。あ、これどうやってやんの、これいろいろ結果見たくない、もう。はあ、難しいな。え、何これ、これいらん、この投票のいらん、投票のやつ、これ投票のやついらんのにな、消せへんわ。まあいっか、放置にしましょう。おー、全部好き、ありがとうございます。ぜひ皆さん全部ゲットしてくださいね。はい。でね、裏表紙もね全然違うんですよ。まずホンケルンの裏表紙はこれですね。私これ好きです、すごく。このベッドの中ではしゃぎすぎて、あ、ベッドの中でこう、何ですか、こうやってしてて、あっって出た時のはっの顔です。わかる？わかる？その前にわーって遊んでて、パッって出た時のこの表情のカットです。髪の毛ボサボサになったの表情ですね。投票結果見たくないのに、なんで出てくんのやろな、もう見たのに。で、ひょっこりるんの裏表紙はじゃん、これです。ちょっとね、なんかサーフィンやってます感が出てる。かっこいい裏表紙に、後ろにねこうシューってなっててね、いいですよね、すごくかっこいいですよね。この横顔もね、横顔あんまり自信ないんですけど、綺麗に撮っていただけてありがとうございます。本当にこれもいいですね。ケツですね、ケツ。そしてじゃん、これですね。このキタロールンの後ろはこれ、まあギャップです。セクシーな私の裏は可愛い私。これ腹筋注目なんですが、この写真あんまり腹筋割れてるように見えないですね。でもこの気持ちかったです、このなんかジーパンにスポーツブラなんかな、これはなんかタンクトップの短いマンみたいなので街歩くの楽しかったです。三つ編みもあんまりしないんでね。画質悪くなったって、画質悪くなった、画質悪くなりました、大丈夫ですか。これもええな、あは嬉しい、ありがとうございます。やったね。はあ、そうですね、もう写真集オーストラリアでね、ゴールドコースト、モートンとブリスベン行ってきましたよ。もうそのやっぱさ、インタビューっていうか記者会見とかで、オーストラリアのどこで撮ってきたんですかっていう時に、ゴールドコーストは、まあ、ゴールドだからなんかかっこいいし、ゴールドってすぐ思いつくから言えるじゃないですか。やっぱその行ったとこ覚えないとダメじゃないですか、話すのに。ゴールドコーストは覚えやすかったんですよ。ブリスベンがね、全然なんか思い浮かばなくて、よしどうやって覚えようってなった時に、ブリスベン、ブリスベン、あ、ブリ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 、おならブリブリやと思って、おならブリブリブリスベンって覚えたんですよ。そう、お、めっちゃワンワン言ってる。おならブリブリブリスベン、怒られるわ。そう、ブリスベンって覚えました。モートン島はまあ牛がモーモーって覚えましたね。モートン島、モーモートン島、モーモーなんで、モーが出たらモートン島って出るから、それで覚えました。はいね、1日目はゴールドコーストかな。オフショットいっぱいあるんですよ。
見てますか皆さん。表紙も中身もポストカードも可愛かった。おー嬉しい。覚え方よ。モートン島か。モートン島って言ったよな、私。指パッチできる？できます。はーい、アザーカットでもう一冊。あー嬉しい。でもね、本当にね、めちゃくちゃいいカットがたくさんあって、もうまだね、もっと見せたいんですよ。本当にもっと見せたい。オフショットなんかあるかな。あ、でもサエピーの時のオフショットこういう感じですね。じゃん。ちょっとなんか、なんや、なんでこれ見えにくいんや。横にした方がいいかな。横にした方がいいか。じゃん。あのね、ちょっと暗いですね。なんかわかります、こんなね感じで、これとかね、とか。いやー、これはいいのかな。これはやばいな。これはちょっとペロンって、いやとかですね。ほら、じゃーん。これはね、プール入った時ですね。寒かった。でもすごいカメラマンさんがこう水に濡れてオールバックになってる時がすごい綺麗って言ってくださって、私はあんまり自信なかったんですけど、なんかすごい綺麗だよって言ってくださって嬉しかったです。このオールバックの感じですね。で、1日目のご飯がお肉、お肉やって、すごいお肉が美味しくて、T ボンステーキを食べたんですけど、本当に美味しかったです。 T ボンステーキが、 T ボンステーキ食べながら爆笑してたんですけど、まあ、この話はまあ言えないですね。あ、とか1日目この水着も着ました。あの黒のすごいセクシーな水着あったじゃないですか。これわかりますか、立ってるセクシーな水着。この水着とかですね。この水着セクシーな水着ね。こんな、これも撮りましたね。で、1日目は本当に十何着とかめちゃくちゃ着させていただいて、いっぱい着ました。で、いろんなとこ行ってすごい楽しかったな。どこ行ったっけな、なんかいっぱい行けすぎて、本当に行かせていただけて、本当になんかもう思い出がいっぱい。でも1日目の夜はお肉食べて、そっからその早めの時間だったんで、そのホテルの近くの街をスタッフさんとうろうろしたんですけど、ほら、コンビニで歩いてます。コンビニでとか、なんかおしゃれな洗濯機屋さんみたいなのがあって、それも洗濯するとこですね。かっこよく撮っていただいて、洗濯機に入る私。ちょっと頑張っておしゃれに撮ろうと頑張ってるけど、あんまりおしゃれに撮れてないっていう。撮れてますか、おしゃれ。後で綺麗なやつインスタに載せますね。ずっとね、オーストラリアの時このポーチ持って歩いてました。プリプリザイモンのとか、こういうおしゃれな場所もあったり。これ何なんですかね、ゲーム屋さん。エントロルーディニギニブリディオ
読めません。で、なんか電車通るんですよ。チンチン電車みたいなやつが街の道路に通るんですけど、そこの立って撮ってもらうみたいな。ほら、結構ねギリギリで危なかったですね。おしゃれに撮れてますか？これはオーストラリアの初カンガルーですね。人形なんですけど。で、なんか受話器で電話してる私です。電話してる私動画も撮った気がする。あ、動画は入ってないな。で、すごいね、近くに海があって、でその1日目はめちゃくちゃいろんなとこを散歩して、海ですごいねバレーするとこ、ビーチバレーするとこあって、かっこよく撮らせていただきました。これもね写真載せますね。そう、綺麗ですよね。あとほら、なんか屋台みたいな、お祭りみたいな、お祭りみたいなのもあって、なんかブレスレットを選んだりとかしたりしました。海辺にあるなんかコアラくんみたいなの写真撮りました。写真撮りました。でも本当ビーチバレーのあの網の高さがめちゃくちゃもう本当に高くて、やっぱ身長高い方多いじゃないですか。でめちゃくちゃ高くて、もうあんなん届かないですよ。ブロックできないぐらい高かったです。で夜ご飯とかデザートとかいっぱい食べたのにアイス食べてるっていうね、アイスをマネージャーさんに買ってもらって食べてます。私歩きながら。で2日目はなんかちょっと遠いとこ行って、ちっちゃいホテルみたいな、おしゃれなホテルみたいなとこで撮りました。このベッドですね、ベッドのなんかですね、この写真とか好きですね。また載せますね、これ綺麗なやつはインスタに。なんかこの本当のちゃんとしたカメラでスタッフさんが綺麗に撮ってくださって、本当に画質いい写真いっぱいあるので見せますね。じゃん、いいですよね。自転車いっぱい乗りまくりましたね。ほらめちゃくちゃ笑ってる私笑ったらめっちゃ上向いちゃうの。なんかこれすごいな、なんか自転車乗ってますね、これはね。デジカメもね、デジカメっていうかなんかこのプリントアウトするやつでも撮ったんですけどね、どっか行っちゃったな。格好をつけてる私。うん、自転車乗れるよ。みるちゃん自転車乗れるのって。自転車乗れるから、サドルだけでもいいから欲しい。変態、ほんま変態やな皆さん。嫌やわ、なんでサドルあげんねん。もうオーストラリアに取りに行ってきてください、ほんと変態。私写真集のカットでお尻が出てるやつも好きなんですけど、あの本当に黒い水着のやつが好きで、あの皆さんわかりますか、どれだったっけ、あのドクターマーチン履いてるやつですね、これです。これ、この水着がすごい、このカットがすごい好きで、かっこよくないですか、すごい。ちょっとなんかこうちょっとこれとかなんか、うん、ちょっと暗く見えちゃうな。これとかいいですよね。あ、どうですか、私これめっちゃ好きなんですね。かっこいいですよね、かっけーって。これめっちゃ綺麗に撮ってくれてはる。これスタッフさんが撮ったんですよ、マネージャーさんが。ねえ、かっこいいですよね。ねえ、今日、あ、ここで嬉しかったこと、今日めちゃくちゃ嬉しかったことがあって、
それがなんか今日ね、土曜はダメよさんの収録だったんですよ。で、ドダメファミリーの皆さんにこの写真集をね、お渡しさせていただいて、じゃあすごい皆さん頑張ったねって、めちゃくちゃ綺麗ってすごい褒めてくださって、で、この今紹介したこの水着の写真入ってるじゃないですか、この中に。見せていいんかな、見せていいんかな、後で写真撮って載せますね。で、この水着のその写真集の中にあるその1枚のカットが、ゆうさんがすごく褒めてくださって、で、後藤さんのお気に入りのフットボールアワーさんの後藤さんのそのお気に入りも、その黒の水着のお尻が出てるカットなんですけど、ちょっと上半身も写ってる。ゆうさんもそのカットが一番好きって言ってくださってて、で、そのカットが本当に美しいって、もう大きいポスター欲しいぐらい、欲しい、大きいポスターに、ポスターにして欲しいぐらいすごいって。で、本当にゆうさんはめちゃくちゃ褒めてくださって、その自分のトップ3に入るぐらい、見てきた中でのトップ3に入るぐらいの写真集って言ってくださって、本当に嬉しかった、めちゃくちゃ嬉しかったです。よそ噛んじゃった。横澤夏子さんは、私がご飯食べてるシーンかな、ハンバーガーの上の、あ、ハンバーガーじゃないわ、ジュース飲んでるシーンです、ストローで、そこの写真がいいって言ってくださって、本当に嬉しかったです。やったね、ありがとうございます、本当に嬉しいです。お、15,427 人の方が見てくださってる。じゃあ宣伝しときましょうね。私、白まみるファースト写真集がね、今絶賛発売中なので、これが本家ですね、本家の表紙3種類ね、表紙があるんですよ。これがひょっこりるんのアマゾンさん限定の表紙です。で、セブンネットさんの表紙です。ぜひね、3個集めて並べてくださったら嬉しいなって思います。はい、嬉しいですね、こんなに見てくださって。あとはね、それが嬉しかったことです。どんなも本当に素敵な言っていただけて、すごく泣きそうになりました。この写真は本当好きですね。ここの写真はかっこいいですよね。見える？にこれ2日目かな、2日目はなんかこうやって羊のとこ行ってめっちゃ楽しかったです。なんかここに牧場にいたおじさんとすごい仲良くなって、じゃん、このお父さんと仲良くなって、すごいハイタッチとか、この帽子をかぶらせていただいたりとかして、じゃあなんかそこにも牧場にもバギーがあって、で、バギーの乗りたいなーって、こうやってバイクバイクって言ってたら、乗り乗り乗りなよって言って二人乗りして、なんか本当に二人だけの冒険みたいになって冒険してきました。すごい楽しかったです。あ、楽しかったですね。サーフィン教えてくださった方です。サーフィン教えてくださった方、すごい優しかったです。いい写真、楽しかったな、すごい楽しかったです。いっぱい転ん、いっぱい水飲ん、あ、でも
オーストラリアの波はすごい何回もたくさん来て、その乗りやすかったです。ですごい優しく教えてくださったから、ね、でも本当になんかすごい笑顔が素敵な方で、先生がでずっと、いや本当に笑顔が素敵ですって。もう日本語がめちゃくちゃ上手で、英語は喋ってなかったです。日本語ペラペラでしたよ。すごかった。でお相撲さんの海パン履いてました。めちゃくちゃ日本人でしたね。でお昼にお昼ご飯に、サーフィン終わって お昼ご飯にアサイーボールっていう紫 の、 そのなんかよくハワイとかにでもあるなんかアサイーボールっていう食べ物を食べたんですけど、それ歯につけてめっちゃ笑ってる私の写真、ちょっとひどい、めちゃくちゃひどい写真やけどお歯黒みたいになってます。あーやばい、これやばい、これめちゃくちゃブスこれ歯につけてこのこれいらん情報とかで歯につけてスタッフさんに見せまくるっていう遊びをしてました嬉しそうやばい、これはやばい、これはやばいお、あと写真集でボブをやったんですけど、そうボブをやったんですけど、すごいなんかそれが評判良くてすごい嬉しかったです。私髪の毛短いこととかあんまりないから、このボブがいいって可愛いって言ってくださる方が多くてめちゃくちゃ嬉しかったです。このねスカーフを手で縛ってるのも好きですね私。ボブ可愛かったって言ってくれる人多い、嬉しい。イエーイ、ボブルーンとかとか。でもこの日は結構サーフィンした日やったから、朝にサーフィンしたんですけど、もうめちゃくちゃ眠くてメイクしてもらいながら寝てました。この赤のねやつもいいですよね、水着ね、私すごい好きです。変なポーズしてる何このポーズ。なんかそこのお家にトランポリンがあって、もう1時間ぐらい一人でトランポリンしてて、ほらトランポリン、これすごい、トランポリンでこんなポーズしてます。あちょーってポーズしてるとか、ツイッターの写真集のツイッターの公式のやつで変態動画ってやっているじゃないですか、やってるじゃないですか。でその変態動画出てきたウサギの銅像のおっぱいを揉んでる私です何してんねん、本当に何してんねん。すごいね、そのご飯食べてる方が盛り上がってましたとかね、なんだろうな、すごい躍動感のあるとか、バギーがすごい楽しかったですね。バギー、バギーのヘルメットがめちゃくちゃ似合うって言ってくださって嬉しかった。まあいっぱいねオフショットあるんで、インスタとかでちょく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 ちょいちょい載せていきますね。皆さんお楽しみに。うね、すごいナルとか呼んでくれて、かわいいってめちゃくちゃ言ってくれてすごい嬉しかった。シュープレの表紙が好き、あーあの笑顔のやつですね、あー嬉しい。でシュープレも私ね、
あのお尻出てるやつあったじゃないですか、すごいあれ好きなんですよね。そう、そうそう、黒髪にしたんですよ、お気づきでありがとうございます、気づいてくださって。結構真っ黒にしましたよ。皆さんに私のファースト写真集たくさんの方に見ていただけたらなって思います。ラブラッシュ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 。ねえ、たくさんの方に本当に呼んでいただけたら私は幸せです。ラブラッシュ、はい、麦わらの帽子の、あーあったね、麦わらの帽子のやつもありますよ。スーパー写真集嬉しい、もう見まくってください。本に穴が熊で見まくってくださいね。13歳みんな子供やったのに大きくなったね、 ありがとう。キルト画質が悪いねって、なんでやろ。画質悪いですか、大丈夫、画質悪いよって、トリートメントした、トリートメントした、画質悪いですか、大丈夫、あ戻った、あよかった。そう、でもオーストラリア本当に楽しかったなって、なんかね嬉しいです。9年間ずっと、その9年間ずっとではないけど19歳くらいの時から写真集出したいなって、こういうグラビアの撮影だったりすることが多くなっていって、で応援してくださってる方にも写真集出して、ミルルの写真集見たいってすごい言ってくださることが多くて、そっからまあ2年3年経って、3年も経ってないか、19歳、3年か、え2年か、2年ですね経って、本当にやっと出せて、すごいね、この間のお渡し会もお久しぶりな方が、お久しぶりに会う昔から来てくださってる方や、ずっと来てくださってる方や、で、あんなちっちゃかったミルルンがやっと写真集出せてんなってずっと願っててんって、久しぶりに会いに来てくださったり、本当にいつも来てくださってる方だったり、本当にもう皆さんがこうお渡し会の時におめでとうって一緒に喜んでくださって、すっごく嬉しかったです。本当に良かった、こうやって写真集出して、なんかミルルンのあの表情が良かったとか、こう大好きな皆さんにこう褒めていただけて私は幸せです。もう皆さんが喜んで、4年も遅い、本当にね、いっぱい待たせましたね、すいません、やっと出せることができて、で今やからこそこうやって出せてよかったなって、早く見たいっていう気持ちで出せることができて、本当にまだまだね発売したばかりなので、皆さんに楽しんでいただけるように、私の愛をたくさんお届けできるようにね、いっぱい写真集のオフショットだったり、まだ見せれてないカットだったり、いろいろ出していって、皆さんにね楽しんでいただけたらいいなって、皆さんが笑顔になっていただけたらいいなって思いますね。でも本当に写真集、いろんな写真集出したい。この時はちょっとなんか茶色の髪の毛やから黒髪の私だったり、サーフィンしたから次は水着で崖登ったりとかとか、他何があるかな。でもこの写真集、写真集出したいって言った時に本当にサーフィンがやりたくて、なんか私スポーツが好きなんで、で写真集を見て衝撃を受けたのが深田恭子さんの写真集で、深田恭子さんがサーフィンをしてる写真集で、えなんかすごい可愛い、すごいなんかキュートなお顔で、でもすごいセクシーで、それでサーフィンするんやって、かっけーともなったし、綺麗ともなったし、なんかすごい憧れる、憧れる女性の写真集みたいで、
すごい圧倒されて、で私もわサーフィンしたい写真集でって、なんか海から上がってきてパサーみたいな、そういう写真撮りたいなって思っててずっと、んで本当にそういうサーフィンができて写真集ですごく幸せです、願いが叶いました。んでその深田恭子さんの写真集を撮った、ね、高村和孝さんに写真集を撮っていただけて、私は幸せ者ですね、本当にとっても幸せです、ありがたい、本当に楽しかった。水着でスノボ、あめっちゃ面白い、それもいいですね、幸せ者です。ほんで出したらこうやってねたくさん喜んでくださる皆さんがいて嬉しいな、本当にありがとうございますね。いっぱいお渡し会したいです、皆さんに届けたいこの写真集を、おめでとう、ありがとうございます、ありがたい、ウキねえ。でもあんなにお猿さんみたいな私がこんなねお姉さんになり、なってなりました、なんか成長の記録ですよね、大きくなったよって。おばあちゃんもみんな買ってくれたもんな、嬉しい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 な。ミル姉ちゃんありがとうございます、感情深い、ほんとね感情深い、大人のミルルはええ女、ええ女になりますせ、かわいい黒豆ミルル、ね、ほんと最近ねめちゃくちゃ黒くなっちゃって、黒いんですずっと、でも中身はてんてんてん、そうやねん、中身はな中1のままや、もっと幼くなってるかも、重版したいね、そうしたいです、いっぱいの方の手に届ければいいなって思います、本当にお願いします、ドアップ、やっぱ黒髪いいですね、茶色もいいけど黒の方がやっぱはっきりする顔が、握手したいね、握手したい、最近握手会ないからな、皆さんに会いたいです、何のショットが好きとか教えてほしいな、友達にも宣伝しとくね、宣伝しといてお願いします、いっぱい宣伝してください、パジャマかわいい見せていいよ、パジャマ、ほら小原しどすけたぞ、パジャマです、じゃん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 、すごいカラオケ機能とかついてんねや、全然知らん、たくさん話そう、沖縄来て、沖縄行きたい、背負い投げ、うわすごい、東京タワーめっちゃ立ってるやん、へえこんなに立つんや、画質悪くなった、なんでなんか画質悪くなったり画質良くなったりすんのやろな、東京タワーが4本立って、あ5本、5本か 1,2,3,4,5 本、カラオケあるんやな、知らんかった、私も見るタピオカに似ているよどういうことタピオカに私似てないよ、画質悪くなったら更新、更新なんてあんの、どこに更新なんてあんの、ないでねえ、重版したい、すごいタワーがすごい立ってる、タワー引っこ抜きたいです、タワーもらった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 
ありがとうございます。タワー、お星様もありがとう。虹もいっぱいよな。虹もタワーだよ。そうなん？知らんか。虹とか前なかったですよね。いっち、虹もじゃあもらってきます。虹タワー。ありがとうございます。おやすみなさい。寝んのか。おー、2万人突破、イエーイ。2万117人の方がみるみるしてくださってます。はい、じゃあ写真集の告知じゃなくて宣伝しましょうね。はい、6月19日に白間みるの写真集が発売しました。ファースト写真集です。 NMB48 9年目になりますが、やっとこさ出せました。たくさん応援してくださってる方をお待たせしました。すいません、ファースト写真集出しました。はい、じゃあ本家の表紙からじゃん。あ、違う、間違えた今なし間違えた、大事大事、これじゃん、本家ルンです。これがね、やっぱ黒髪じゃ全然違うな。同じ顔してます。はい、スクショ。そしてこれが Amazon 限定表紙ですね。ひょっこりるん、せーの、はい、ひょっこりるん、ひょっこりるんの表紙です。これもこれはね、可愛い感じの、私らしい感じのなってます。そしてセブンネット限定版はじゃん、ゲキタロール、かっこいい私ですね。ちょっと今できるかな、この髪の毛、お化けで、どっちの顔や、ほくろあるほうや、こっちか、しまって、あ、こっちにしよう。あ、変なとこに、え、これ難しいぞ、この、あー、やばい、ボサボサになった、どういうこと、難しいわこれ、あこれ、これを真似しようとしたんですけど、ちょっと難しいですね。これどうやってやってんやろ、ちょっと待って、ちょっとここスクショしないでくださいよ皆さん。貞子やん、これか、ちょっとわからんな、これこんな感じ、ちょっと待って、難しいわ、ゲゲの鬼太郎みたいちょっとダメやできません。でもね、こういう、はい、じゃーん、かっこいい感じ、大人っぽいセクシールン、キタロールになってます。どうやっても、そうだ、黒髪やからな、難しいな、黒髪で、そうだ、ケイチヘア、超西圭です。ケイチに会いたいよ。ケイチね、あの舞台やってたんですけど、私見に行ってきましたよ。ケイチヘア。ケイチヘアですよ、これ。ケイチがよくやってた髪の毛。ケイチがよくやる。ケイチはあの前髪似合いますよね、すが。ヨーダも似合うねんな、ヨーダも。私ね、本当は前髪伸ばしてね、こんな感じになり、やりたかったんですけどね、伸びなかったんです。こうね、こうやり、こうバサって、ね、こう、ちょっと似合わへんな。やっぱ前髪ある方がいいかな、私。前髪が、前髪変になった。ああ、前髪がこんな感じですね。
写真集の話いっぱいできてよかったです。まだまだお話はたくさんありますけど、今からは好きな話にしましょう。私今何分ぐらい喋ってんやろ。おお、1時間ぐらい喋ってる。すごい、そんな時間経ってたんや。いいですよ皆さん、また画質悪いよって。すいません、なんか画質ね、画像が悪くなっちゃうんですよ。インスタライブやってくれよ。ショールームの方がいいかなと思ってショールームしたんですけど、もうすぐ1時間。ミルルの話面白い。ほんまに？私話面白くないねんな。面白い人になりたい、なぎちゃんみたいにさ。インスタ待ってますショールームがいい。どっち？服面白い。そう、面白くないよ、しんちゃんだよね。いいですよね、でもね、やっぱり。真顔でも可愛い。真顔、真顔、笑顔、怒って、画質悪い、画質が悪い。なんで画質悪い。痛い。今ね、私お母さんと一緒に2人で寝てるベッドで配信してるんですけど、ウィンク、だったー、ジューデダルドゥディタ、アイン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 。あのね、写真集も見てほしいんですけど、ツイッターに写真集の白まみるラブラッシュの写真集の公式のアカウントがあるんですよ。ぜひフォローしてください。いろんなね、私がオーストラリアの4日間で見出した、作り出した変態動画っていうのとかね、上がってたり、まだまだ面白い動画上がると思うんで、ぜひ皆さんに見てほしいです。そちらの方もみるみるしてほしいです。いっぱいね、オフショットも載っているので、ぜひみるみるしてくださいね。わかった？フォローしてください。ほら、21,832 人の皆さんが見てますから、インスタフォローしてくださいね。OK？ コッペの肉。OK？ あ、赤くなった。オッケー、ありがとうございます。あえてしてない。あえてしーひね。してくださいよ。バカバカ。フォローした。お、ありがとうございます。嬉しいね。たこ焼きですね。そう、たこ焼きです。たこ焼き食べたい。お腹減った。私今日サラダチキン1個しか食べてない。お腹減ったよ。速攻でフォローした。ナイス。ナイスー。ナイス、ナイス、ナイス、ナイスー。私かいね、やりたい。ペコパー。おー。すごい、虹がいっぱい立って、タワーもありがとうございます、本当に。サラダチキンは、ハーブ？ハーブです。皆さん、私のどんな髪型が好きですか？ちょっとゴム取ってこよう。教えて。じゃじゃーん、じゃじゃじゃーん。全然カラーが違うゴム2つ持ってきました。下の2つぐくりは、でもね、私もう21歳ですからね、握手会とかで2つぐくりしてほしいって言われるんですけど、その恥ずかしいですよね。もうだって NMB も若い頃
後輩がどんどん増えてきて、可愛いコスプレしたりとか、可愛いメイクして、可愛いヘアとかしてたら、なんか裏とかで私がなんか張り切って、そんななんかツインとかしたらめちゃくちゃ恥ずかしいんですよね。21歳ですよ、だって。どうですか、まだいける？やば。なんか黒髪にしたら幼く見えますね。ね。まだいけるか。顔丸。顔丸いのよ。じゃん。いだだだだだ。高めのツインとかどんなんやろ、やったら。ちょっとやってみよう。これはやばい。ちょっと待って、これはやばい。ちょっと恥ずかしいから一瞬隠れよう。ちょっと鏡見ながら隠ろう。これはやばいな。やばい。やばい。これはやばい。うわ。ああ、なんかアホの子みたい。似合わなすぎてやばい。なんかもうなんか刺さってるみたい。こんなに似合わん。待って、長すぎな。あ、なんか浮いてるみたい、これが。あ、これやばい。これ三つ二つぐくりってどうやってやるのか。画質悪くなった？大丈夫ですか？画質悪すぎって書かれてる。なんで？そうそう。めっちゃ面白い。ウルトラ母。初期やったな。ツインしてたわ。画質悪い？画質や上がれって書いてある。なんで画質悪いんやろ。画像設定って部分あるあるある。で、高画質ですか？できた？どうですか？画質上がった？画質上がった？上がってないですか？直った。あ、直った。あ、よかったよかった。よかった。よくなったって、また言ってください、悪くなったら。でもハーフも好きよ、私。声まで聞こえて、え？画質悪くなった？また。あ、悪くなった。嘘や、また？なんでなんやろ。なんでやろ。悪くなった？また。止まった。切った方がいいかな。一回切りますね。人。ごめんなさい。名前呼ぶ。ごめんなさい。すいません、皆さんありがとうございます。消しちゃったからごめんなさい。切れちゃった、ごめんね。画質良くならへんな。画質めっちゃええで、ほんま？ありがとうございます。なんで画質悪くなんやろ。髪の毛クロックしたよ。ごめんなさい、さっきいっぱい出してくれはった人。電波問題。そう、電波悪いねんな、ごめんね。今はすごく良い。また電波悪くなっちゃうねんな。めっちゃすごいか。大好きです、ありがとうございます、ありがとうございます。タワー来た。ほんまや、ありがとうございます。すいません、しないよ、大丈夫だよ。ミルルの
ミルルンの彼女になりたい。ミルルンの彼女になりたい。私の彼女になりたい。なんで？あ、いいよ。女の子ってことか。ああ、ぜひぜひ。私男やったら絶対もう幸せにする女の子。私が男の子やったら女の子をもう可愛い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 ってずっとやる。ありがとうございます。本当にすいません。ゆうたになりたいです。ゆうたはいますよ。ナノタと一緒に。このねハーフもいいですよね。ハーフ、ハーフ画質悪くなったら言ってな。またごめんなさいね。本当に画質悪くなっちゃって、申し訳ない。痛い痛い痛い。髪の毛が絡まっとる絡まっとる絡まってる。痛い痛い痛い。ハーフ、ちょっとボサボサすぎて。あ、痛い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 。セクシーセクシーいい女か。ボサボサ。セクシーな女の人はなんかこう髪の毛こうやってやってるイメージ、手やってるイメージ。セクシーな女はこうやってでやってるイメージ。私の勝手なイメージね。書き上げてるよね。セクシー女子、セクシーかっこいい女子は書き上げ上手とか耳かけ上手。ちょっと私横顔あんま可愛くないから。かき揚げ丼。かき揚げ系なんやねん。セクシー。そうですね、写真集のお話いっぱいさせていただきました。スマイルください。サイドポニテして、ああ昔サイドポニテしてましたね。サイドポニテはじゃ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 ーん、ちょっとサイドポニテって難しい。こんな感じ。サイドポニテ似合わんな。髪長いんです。めちゃくちゃ長いんです髪の毛。長いでしょ。貞子からのセクシー。貞子、どう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 、貞子からのセクシー、どうどうどう、良くないですか貞子。いい？いいやって。ああ面白い。ゲイなのかって。振り幅ギャップやん。貞子は片目だけ。貞子笑ってるやん。あ、来る、きっと来る。おもろい。シャンプーの CM 来そう。シャンプーの CM 来てほしい。黒髪少女。黒髪少女よ。
弟くんは見せれません。飛び出してきて。飛び出せへんなこれ。花ポッチ。ショートにしないの？しないですよ。めっちゃ茶色いな。ほんま？茶色い？裸眼ってわかるでしょ？でも。うん。茶色い。押すとなんか出てくる。押さないよ。カラコンじゃないよ。わかるでしょ？こうやって見てて。カラコンじゃないの。ね？マイクに、マイクってどこにあんの？マイクってどれ？あ！びっくりした？声。変態。鼻のあんたまになんかそうやねん、これ。生まれつきなんですよ。ニキビじゃないですよ。鼻の下伸ばすなって。鼻の下伸ばしてないわ。ほんま。鼻の下もともと長いねん。失礼しちゃうわ、ほんとに。誰がやねんって。面白。あ、もうこんな時間ですね。では私は、ドローンいたします。ドローン。館長。ドローンいたしますね。じゃあ、10位まで読みますね。これどうやって読むやろ。1位、あ、違う、ひでぴょんさん。あ、1位から読んでいいんかな。1位、ひでぴょんさん、ありがとうございます。え、こういう感じですよね、ショールームって。2位、ん、2位は2位、ひさっしーさん、ありがとうございます。嬉しいね。あ、じゃあ一人一人にこうプレゼントしていきますね。じゃあ1位のひでぴょんさんから。じゃあセクシールンで、ありがとうございます。はい、セクシーセクシーありがとう。で2位のひさっしーさん、じゃあ可愛い感じでいきますね。ありがとうとととと。はい。3位、しげさん。じゃあしげさんはたこ焼き、ありがとう。たこ焼き食べる。4位の、あ、しげお、しげおって読むかな、なんて読むんですか、しげお、いばお、しげお、あ、はい、すいません、しげおさん、ありがとうございます。あ、まだ。じゃあ何のありがとうにしようかな。ひょっこりはん、ありがとうにしよう。ひょっこりのありがとう。はい、ありがとう。分からん、分からん。5位のめぼくろさん。めぼくろ、じゃあ私唯一顔にほくろあるの、ここなんですよ。あ、ここにもあるわ。ダブルほくろありがとう。飛んじゃえ。6位チョルル。ツンツンありがとう。ありがとう。ツン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 。7位、7位いなくない？ 7 位いないやん。え、7位さんいないで。え、7位いないですよね。7位どこ？7位いますか？ 7 位の方いませんよね。消えてるなーって。あー、いないって、いるよーって。え、どこ？ほんと、いる、おるで。どこ？シュントさん？どれ？どれどれ？不在やね。鼻の下なんか、じゃあこれは生まれつきですから。7位さんいないね。7位シュントさんですか？じゃあ7位シュントさん、
ありがとう、ウキありがとう、ハート。じゃあ8位、ゆうきさん、ありがとう、ウキありがとう、サルルン。9位、あさちゃん、あさちゃんさん、うん、ありがウインク、ありがとう。10位、お母さん、お母さん、お母さん、ありがとう、花、花。ネタつきた。セクシーしかネタなかった。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、本当に。バイバーイ。ネタ切れ。ありがとうございました、皆さん。では、おやすみなさい。